皆さんこんにちは。10月19日午前と午後の合間のひととき、サッカーキングハーフタイムの時間です。 MC の佐々木香織です。そして今日のアシスタントは J リーグサッカーキング編集長の安田さんです。これ2週連続だよね。そう、なんでいんのみたいな感じになってる。2週安田さんじゃんみたいな驚きがね。2週先週いたよね。いた。だから今日は小松さんだなっていう気持ちで来たんですよ。あ、なるほど。1回ですからね。違う。だから雨なのかとか言われて。髪切りました。今日ね、半袖寒くないってすごい言われてるけど、めっちゃ今日寒い。今ひっそりと佐々木さん未亡人っぽいって。なんでどんなこと、どういうこと。わかんない。黒い服だね。喜んでいいのか何なのかよくわかんない。いや、今日なんか関東とか都内、電車がやばかったですよね。電都市線やっと動いた。ああ、全部死んでたんですか。全部ほぼ死んでましたよね。遅れた、俺も遅れたわ。大変大変そうすぎて、ツイッター見てたら、うん、停電の、なんか入場規制みたいなのしてるから、どんなアトラクションだろうみたいな。でそう、中央線シカと衝突ね。びっくりした。そんなのあったの？都内でシカと衝突すると思って。ね。そうなんだ。そう、朝から通勤大変だった皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。頑張りましょうね、午後も。ということで今日は大学サッカーの木曜日、はい、流通経済大学特集です。たっぷりやってますね、はい、何回目だっていうぐらいね。3回目なんです。今日もゲストにいろいろ伺いたいと思います。この番組はニコニコ生放送、はい、YouTube ペリスコープで配信しています。チャンネル登録フォローぜひお願いします。それでは今日もハーフタイムスタートです。本日の放送は12日発売のワールドサッカーキングの提供でお送りします。はい、ということで今日のニュースを紹介していきます。まずこちら、浦和10年ぶりの ACL 決勝進出決定。ラファエル・シルバの決勝弾で上海を下す。 AFC チャンピオンズリーグ準決勝第2戦が18日に行われ、浦和レッズと中国の上海上皇が対戦しました。11分、柏木陽介のコーナーキックからラファエル・シルバが頭で決めて浦和が先制に成功します。その後フッキやオスカルらを擁する上海が幾度となく浦和ゴールに迫りますが、ゴールキーパー西川周作を中心とした堅い守りで最後までゴールを許さず1対0でタイムアップ。2戦合計2対1で浦和が10年ぶり、 J リーグ勢にとっては9年ぶりとなる ACL 決勝進出を果たしました。この結果 ACL 決勝の対戦カードはサウジアラビアのアルヒラル対浦和に決定。第1戦は11月18日土曜日にアルヒラルのホームで、第2戦は25日土曜日に浦和の本拠地埼玉スタジアム2002で開催されます。はい、こぼれ話、こぼれ話もいっちゃいます。はい、2007年の ACL 優勝メンバーであるロブソン・ポンテ氏が実は来場していたということで、うん、前日にはマウリシオ選手に激励の電話をしたそうなんです。したそうですってね。何情報だってね。これおそらく編集部が行って仕入れてきた情報、うん、おってことなんですかね。チポンテがロブソンっていう名前だったの初めて知りました。うそ、本当。めっちゃ見てたのに。うそ、あの時代割ともうロブソンポンってセットぐらいの勢いの、あ、本当に、うん、ロブソンっぽくなくない？いや、ロブソンっぽいんじゃない？そう、ワシントンポンってネネの時めっちゃうるさいしていました。いや、そうだよね、うん、めっちゃ一番見に行ってた頃だと思う、うん、あの時すごかったもんね。すごかった、超楽しかったな、本当に。ギブソンって書いてあるけどロブソン、ギブソン、ロブソンね。マウリシルに電話して、これどういう関係なんだろうね。うん、何のチーム名とかなんかなのかな、あれじゃない、GM やってるクラブじゃないですか、一緒って。ラワの前、あ、そうなの、ポンテが、うん、ふわっとした情報ベースなんで、うん、そうですね、あ、そうなんだ、そうです、いやでも昨日ほんとホームで超いい勝ち方したよね、うん、なんかホームに、うんうんうん、あの結構押し込まれたシーンもあったけ ど、うん、どうなホームチームらしい堂々とした戦いぶりで、うんうん、あの得点シーン以外でも牧野選手のね、あのバー直撃のヘッドとかさ、うんうんうん、あと興梠選手だっけ、ヘディングあったよね、惜しいのとかね、結構他にもビッグチャンスあったし、うんうん、これしかも決勝で、決勝がさ、こう2試合制なっていうのもあれ、うん、それ私びっくりしましたね。でも最後が再スタっていうね。そうです ね、ここで優勝決めたら本当最高だよね。もう俺アルヒラルはどうなんですか。
いやちょっと存じ上げます。いやもちろん名前は知ってるけど、なんか今年のアルヒラルかどうかっていうのは分かんないね、うんうん、でもまあでもあれなんですよね、マウリシオ選手は第一戦は出場できないんですよね、すカードね、うん、そこがね、さいあ復帰の危なかったよね、最後の方復帰のシュートガツンガツンしましたし、弾いて押し込まれそうになったけど、まあああいうピンチもあったけど、うんうん、なんとか防いで一度で勝ち切ってね、うん、ホームでしっかり勝って決勝進出決めたっていうのはね、うん、いいよね。もうね1ヶ月後、ちょうど1ヶ月後ぐらいですからね、決勝11月18日と25日、うん、これがなんかあれですね、リバプールが CL 優勝した時を思い出す、リーグ戦ではあんまりね、うん、5位とかですね、そうそう、リーグ戦で5位でだったんだけど、チャンピオンズリーグ取った、うんうんうん、0405、やっぱあれでね、わプレミアすげえなっていう感じね、なんかあったよね、やっぱチェルシーの時も6位ですよ、あそうなんだ、ちょっとそれを思い出すよね、リーグ戦ではちょっと結果出てないけどACL 取ったらなんか気づいたらシーズンで一番目立ってたみたいなね、そういうシーズン送ってみたいわ。じゃあ続いての話題です、はい、マンチェスターユナイテッドが3連勝で首位キープ、チャンピオンズリーグ最年少ゴールキーパーの痛恨ミスに助けられベンフィカに新勝、チャンピオンズリーググループステージ第3節が18日に行われ、ベンフィカとマンチェスターユナイテッドが対戦しました。後半に入り64分、意外な形からマンチェスターユナイテッドが先制します。マーカス・ラッシュフォードのフリーキックをゴールキーパースビラールが下がりながらキャッチ、勢い余ってボールを手にしたままゴールラインを割ってしまいます。なおこの先制点はラッシュフォードのゴールと記録されました。試合は0対1で終了、マンチェスターユナイテッドは3連勝、一方のベンフィカは3連敗となりました。そんなことってある？いや本当助けられてる。本当のちょっと昨日もニュースやれてないので、うんうん、2日、まあ、まとめて結果を出すので、はい、ああそれね、うんうんうん、ああなるほどね、ちょっとユナイテッドの話だけでいいですか、はい、まずねまずちょっとね、まあ、リバプールね、リバプールすごい、本当週末の鬱憤を晴らす7ゴール本当に週末は本当ね恥ずかしい試合をしてしまって、本当申し訳ない試合をしてしまったんですけど、そのねリバプールはかなり鬱憤溜まってたと思うんで、それをマリボルに晴らすっていうね、アウェー最多得点って言ってたね、イングランドだっけ、アウェークラブが7点っていうのは多分イングランドでは最多みたいな話。いや7点ってねなかなか取れないですよ7点、ね、いやだって本当に週末本当圧倒的に押されてたからね、そうあのさそのどう見てもさ、まあ、リバプールホームで、うんまあ、スコアレスドロー、まあうんうん、あの勝ちに1取ればいいっていうゲームだったと思うんだ、うんうんうん、でもモーリーニョも完全にそのスタイルだったのさ、うん、なんか試合終わった後にさ、なんか前半は試合コントロールできたみたいなことさ平気で言うのよすげえなこの人って思って、やっぱなんかモーリーニョらしいなと思って本当そういうとこ嫌いないやいやいやあの、ね、でもね味方の監督になってみると意外といいな、うん、なるほどってうんって思う、いやすごいよ、だってあんなにねもう本当負けなくてよかったねみたいなゲームをさ、うんうんうん、前半コントロールできて後半も仕掛けたけど相手が乗ってこなかったみたいなこと言ってんだよ後半シュート打ってねえんじゃないかなCM の話開き直りの確かにね、いやあれすごいあれはすごい、うんうんうん、はい、CL ね CL ね、うん、はい、シティナポリね、シティナポリ、シティが強い、シティ強い、シティ強い、本当強い、何なんだろうもう、あとライプツィヒが CL 初勝利、あへえ、うん、あと どうなんだろう、モナコベジクタシなんかは、うん、モナコ意外な結果って言っていいのかな、まあ、でもベジクタシこれで3連勝なんで、おお、なるほど、そっか、いやでもなんかライプツィヒ、ポルト、モナコ、ベジクタシっていうとね、なんか一応サプライズじゃないですか、うん、あそうなのかな、なるほどね、まあ、あとはレアルトってなんか、うん、結構ニュースになってましたね、あレアルがね、いまいちちょっと上がってこないっていうね、うんうん、ポチェッティのベタ褒めみたいなね、うん、なんだろう、この話になるとすごい声ちっちゃくなります、佐々木さんがでしょ、いや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 、そんなことない私には関係ありませんそんなことない、まあね、昨日ですね、昨日、はい、ユナイテッドね、はい、いいですか、どうぞ、いいですか、どうぞ、いや昨日は本当ね、相手のキーパー18歳だからね、18歳に何してんすか、いやいやあの子、まあ、いやいやもうこの写真かわいそうだってば、ね、よくこの写真あったね、
これもう本当にもうこうやってね、いや入ってない入ってない入ってないっつってこうやってやってんだけど思いっきり入ってるね。これがさ出た後にさあのリプレイでさあのゴールなんとかテクノロジーみたいなやつ出されるの、うんうん、あれかわいそうだ、これ持ってるシーンから上からなんか映されてさ。18歳でさこれがこれで一番有名になっちゃうのよくない？いや本当だよ、だって超エリートだよ。だって米国でさ、ベルギー人でさなんか U19 とかの代表で、であのベンフィカのねこうやってゴールマウス守って、うん、守ってレギュラーで守ってて、うん、で、うん、まあまあまあ押してたと思うベンフィカが、うんうんうん、まあ昨日ちょっとあのリンデルフってまあフルス対戦だったんだけど、はいはいはい、ここで起用して、まあ、ちょっと押されてたかなって思うんだけど、うん、決勝点がこれで、でも俺はねラッシュほど狙ってたんじゃないかなと思ってて、結構キックの軌道を見ると、うん、あの後ろにあの狙ってたんじゃないかなと思ってて、うん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 、でもなんかこれこの手のゴール、ほらベッカムとかさルーニーとかのハーフェイラインから決めたゴールとかあるじゃない、うんうんうん、あれってキーパーからすると本当一番残酷なゴールっていうのをやっぱキーパーの人が言ってて、うん、あの完全に裏取られちゃう、ちょっと 前出てて裏取られるってらしいんですけど、本当ね残酷なね残酷決勝点でしたね昨日は。キャッチしなければ防げたと思うんですけどね、弾けばそれはね、それはねパンってやればね、でも多分かあの距離感が分かってなかったんでしょう多分、うんうんうん、いや相当びっくりしたでしょうねネットを見た時、うんいろんな意味でポジショニングあれみたいなね。でもすごい感じたのはさ、これあのリンデルフ起用したって言ったんだけど、うん、まあ、フルス対戦だからよく知ってるから起用っていうのはあるかもしれないけど、うんうん、もう今別にリーグ戦じゃまず使わないのよ、うん、で ほぼメンバーは変わらずリンデルフ起用したぐらいなんだけど、うん、なんか今今シーズンで言うと CL の方がメンバー落としてんだよね、なんかでも多分そういうクラブ結構あるんじゃねえかなと思って、この前のさその枠出場枠あったじゃん、レギュレーションが、えそれはなんでもったいない、いやいやいやリーグ戦をか勝ち抜き、まあリーグ戦に重きを置いてるとも言えるし、リーグ戦の方が難しいからって俺は思ってし、まああと2連勝してるっていうのもあると思うんだけど、うんうん、なんかねちょっと CL のあのでもユナイテッドの今のチーム状況だったら、そのチーム状況というか、まあそういう順位的なものを考えてもリーグ戦の方を重きに置いてるっていうのはすごいでも分かる気がする、うん、まあねそうなるのも、うん、でもさリンデロフいきなりここで先発させるって俺は結構うわ攻めるなと思ったもん、あのほとんどリーグ戦で使ってなくてさ、うんうん、まあアウェーゲームなのにさしっかりね守って勝ちに1とかさそういう考えもあるけど、まあでもいけんだろうっていう選手側にしたら、うん結構こうなんだろうカップ戦とかで使われるのと、うん、チャンピオンズリーグの舞台でいつもサブだったのが使われるって全然こう気持ちの度合いが違うから、まあうん、選手のガス抜きの面では素晴らしい対応ですよね。まあほぼそのリンデルフ以外はもうリーグ戦のメンバーとほぼ一緒なんで、うんまあ、それを考えるとね。はいはい。はいもうさっきの写真でぜひ大喜利やりたいもん ね, ね、はい、出ちゃいました、ナルテッドアトレチコが、あアトレチコ人気ないですね、ナルテッド、パリ・サンジェルマン、バイエル、まあ、この辺ねパリが強い、強いね、うんなんかそうねこの、うんうん、チェルシーの C か C 以来はほぼ順当だよね、そうですね、そうかな、そうですね、うん、そうですね、もう一個出る、はい、うんうんうん、ナポリこれ、まあ、でも、あドルトムントもそうだね、グループ H が結構間開いちゃってるんだよね、うん、なるほど、3連勝ベジクタシュ、うんスパルタクモスクワが健闘って言ってたんですね。うんうんうん。まあでもまず順当な感じでって感じですね。うん。うんうん。はい。はい。
ありがとうございます。じゃあ続いていきましょう、はい、続いて岡崎と再会か。元ドルトムントのトゥヘル氏、レスターの新監督候補に浮上、うん、シェイクスピア監督を解任したレスターの新指揮官候補に昨シーズンまでドルトムントを率いたトゥヘル氏が浮上していると報じられました。トゥヘル氏はマインツ時代に岡崎慎司を指導しており、仮に就任となれば4シーズンぶりの再タッグ結成。なお地元メディアは他の監督候補としてアラダイス氏やアンチェロッティ、モイーズ氏らの名前を挙げているということですね。まあここにも書いてるけど、まだまだね候補の一人でしかないからね、うんうんうん、あんまりまだ喜んでいいか分かんないけどモイーズへの反応がすごいねいやそこでもやっぱり突っ込みたくなる、まだモイーズを使うのみたいな、ね、プレミアリーグで回しすぎでしょみたいな一回でもスペイン行ったよね、スペイン、うん、スピンだね、言ったよね。もういいですね。ビッグサムもね、うんうん、監督引退するって言ったのに引っ張り出されるっていうね。すごいいろんな範囲が、アラダイスもいればモイーズもいればアンチェロッティまで上がってるってね。すごい範囲広いね。めっちゃツイッターの噂レベルですけど、うん、うちの後釜に来てほしいみたいな話をしてる人も、うん、結構いる。チェルシーの監督やったのに。そう。いいんですか？まあ、うちもリーヌ お前が言うのか分からなかったよね今すごい思わずちょっと本気モードになっちゃって何も言葉が出てこなかったでもすぐ受け入れられるよねそういうの。本当に、うん、すぐ受け入れられる。来んな来んなって思ってたけど、来た瞬間に やったと思ってたんだけど本当に。いやモイーズはモイーズで俺喜んでたよ。あ、そうなんですか、うん、でもベンケルずっとやってるから。モーリーニョだけは絶対に嫌だって思うじゃん。もうすごい嫌だ、まあ、でもないよ、ないないアーセナルにモーリーニョないよ、ないない絶対ないと思うわ。ないない もう金マンクラブしか行かないよもう、うん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 、でしょうね、うん、いやでもまあトゥヘルが本当に来たとしたら、うん、もう岡崎選手の絵の後押しはすごいよね。もうそうですよね、もう間違いないよね。あのすごい戦略家的なね、いろんな戦術使うけど、やっぱりベースはね早い、縦に速いサッカーだし、うん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 、あの前線の守備とかもすごい大事にしてるね監督だから、もう岡崎選手はぴったりだと思うので、うん、見たい、うん、普通にめっちゃ見たい、うん、今ねなんか点取っても試合に出れないみたいな時もあるけど、うん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 、そこの多分ね序列っていうのも多分変わってくるだろうし、よく知ってる選手だけにね、うんうんうん、まあ来てくれたらちょっと楽しみだね、うん、そうですね、うん、そして昨日ニュースやってないということなので、うん、ちょっとあれですけど、アンダー17、はい、ワールドカップの結果もね、うん、お伝えしたいということなんですけど、イングランド代表と0対0で PK 戦にもつきまして、うん、PK5 対3ということで惜しくも敗れたんですけど、うん、めっちゃ悔しかった、もう超悔しかった、めっちゃ悔しかったですこれ。優勝候補相手だしね。そうなんですよ。で、うん、前半もほぼほぼ完璧に攻め込まれてて、うん、どこまで持つかみたいな感じの試合だったんですけど、うんうんうん、あまりにイングランド代表は決まらないことをしびれを切らし、うんうん、かつも足が完全に止まっちゃって、うん、後半最後の方ですかね、結構チャンスを作れる場面も結構あったんですけど、うん、そこで日本も決めきれず PK 戦にっていうことだったんですけどね、もっとねすごいもっと応援したいって思うチームでしたよね。うん、そうだよね、うんうん、やっぱ話題性もあったしね、うん、そうですね、確かに、ね、あの久保選手の存在もあってね、うんうん、だけにねちょっとね早かったね、うん、まあ、世界のベスト16だからすごいことなんだけどね、もうちょっと応援したかった。でもすごいなんかいいチームですし、うん、またこの先うん、年代が上がってっても、うん、どういうチームになるんだろうっていうワクワク感はすごいあるチーム、まあ東京オリンピックのね、うん、飛び級招集もある、ね、ありうる世代だからね、うん、全然全然ありえますよね、うん、いいねオリンピック世代いいですね、うんうん、ちょっと今後の活躍も期待しましょう、はい、ということで以上ニュースでした。一旦 CM です。
経済大学体育局サッカー部から新井義明選手、そして星野周平選手にお越しいただきました。手大丈夫ですか？手やばいっすね。これは練習中に、はい、やっちゃいましたね。やっちゃいましたか。目大丈夫ですか？目はまあ大丈夫っすね。喧嘩ですか？いや喧嘩ではない。練習中ね、お二人とも、はい、ハードな練習が。ということで木曜レギュラージュファガールから今回はレンちゃんです。よろしくお願いします。はい、レンです。よろしくお願いします。それではまず大学サッカーのニュースをレンちゃんからお願いします。はい、それでは早速先日14、15日に行われた第17節の試合結果をお届けします。はい、今回ゲストでお越しいただいている新井選手、星野選手が所属する流通経済大学は後期リーグ開幕から6連勝をかけて駒澤大学と対戦しました。先にチャンスをつかんだのは流通経済大学。前半26分、相手のクリアボールを渡辺新太選手が拾い、そのままシュート。これが決まり、流経大が先制します。すると、前半39分にも、ベガルタ仙台への内定が決まっているジャーメイン亮選手が追加点を決め、2対0で前半を折り返します。後半は駒澤大学の攻撃が続き、1点を返されるも、逃げ切った流通経済大学が2対1で勝利しています。星野選手、見事ですね、後期リーグ開幕から6連勝ということなんですけど、好調の要因は何でしょうか？まあ、大臣杯負けてから4年生が、まあ、みんなで一致団結してチームを同じ方向に向けたので、まあ、後期リーグで6連勝できていると思います。ねえ、6連勝すごいですよね。すごい、うん、びっくりしてます。そうですよね、はい、そうですよね。そうですよねってことないじゃん。チームの雰囲気とかだんだん変わったりとかしました？最初はちょっと練習中とか結構、うん、喧嘩みたいな感じだったんですけど、うん、まあ、結構石田とかが中心にキャプテンがやってくれたんで、うんうん、まだいい方向に向けたと思います、うんうん、やっぱりじゃあ練習を重ねることによってチームの中の状況も良くなって、まあ、そうですね、怪我人とかも出ちゃってるんで、うん、そこをみんなで埋めながらやる感じです。もう怪我人ということで、怪我人の説得力があるよね、2人ともね。本当にね、あれですよね、星野選手、はい、流経大の柏高校時代からジャーメイン選手とチームメイトとのことですが、うん、ジャーメイン選手の活躍実際に間近で見ててどうですか？まあ、すごいと思いますね。プロも決まって、でルヴァンカップでしたっけ、ルヴァンカップも出ててすげえなと思いながら見てますね。毎回今コメントにも来てましたけど、じゃあ高校時代は電柱に挨拶も、電柱挨拶してましたね。みんなでしてたんだ。ありがとうございます。またですね、試合が行われた10月15日が世界手洗いの日ということで、試合のハーフタイムにはですね、日本ユニセフ協会の方をお招きして選手たちと子どもたちが一緒に世界手洗い体操を披露されてます。今写真が入ってますが、これみんなでいただきますってしてるわけじゃないですね。手洗ってるらしいです。新井選手、実際に手洗い選手、手洗えない選手にちょっと聞いちゃうけど、手洗い体操、子供たちの反応いかがでしたか？もう子供たちは、まあ、雨だったんですけど、うん、まあ、なんかスピーカー流して音楽流して、うん、なんか、まあ、ダンス風にやってたんで盛り上がってましたね。ね、なんか写真見る限りなんかね、雨乞いかなみたいな感じで、手洗いしてる感があんまり伝わってこない写真なんだけど、あれは音楽に合わせてそういう手洗いを推奨するイベントなんですよね。まあ面白い試みですね。これからの、ね、シーズンね、風邪がひきやすいから手洗い大事ですからね。皆さん手洗ってくださいね。はい。はい、ありがとうございます。なんか今日すっごい適当な進行しちゃう。じゃあちょっと戻して、はい。その他の試合結果はご覧のようになってます。はい、続いて順位表です。まずは、待って待って、青学の 8-0 すごくない？すごくない？ツイッターでもさ、なんかあのサッカーキングさん の, あのツイッターで、そう、佐々木の母校 8-0 ですみたいなツイートしてくれたけど、すごくない？
な。やばいですよね。8-0。さっきリバプール7点とか言ってたけど、8-0すごくない？頑張ってるね。頑張ってるわ。ごめんなさい。はい、戻します。一部では順位の変動したチームはありませんが、うん、前節を終えた時点で筑波大学の5位以上が確定しています。全日本、そうなんですよ。全日本大学サッカー選手権大会、通称インカレへの出場権も獲得しています。現在のところインカレの出場が確定しているのは総理大臣杯優勝校の法政大学と筑波大学の2校となっています。後期リーグ戦も折り返し地点に差し掛かり、優勝争い、残留争いもそうですが、インカレ戦いにもインカレ戦いに争いにも注目です。インカレは何チーム出られるんですか？5位以内、うん、なるほど。大臣杯の優勝チーム。じゃあ法政がもし5位以内に入ってきたら5チームってことですか？入ってこなかったら6チームになるってことなんですか？なるほど ね、 そうね。ではとりあえずまず5位以内っていうのが目標になってくるわけですね。はい、はい、うん、続いて2部リーグの順位表です。はい、うん、はい、後期リーグ戦負けなしの国士舘大学が不動の1位をキープしています。負けなし、そう、すごい勢いありますね。また青山学院大学、東京学芸大学が順位を上げており、4位から7位までの勝ち点差も詰まっているので、大きく順位を上げるチャンスがどのチームにもあります。安田さんはこれまで順位表を見てきて気になるチームありましたか？国士独走もそうだけどさ、早稲田2位安泰と思いきや、そう、ここのデッドヒートはやばいよね。もう1ポイント差だしね。1位にもうね、独走かと思いきや後期に入ったら結構詰まってきましたね。そう、そこ油断ならないね。ならない。はい、ありがとうございます、うん、それでは今週21日土曜日、22日日曜日に開催される第18節の試合予定をお伝えします。はい、3位の流通経済大学は後期リーグ7連勝をかけ、2位の順天堂大学との直接対決になります。それでは2人意気込みお願いします。新井選手から。そうですね、まあ、ここがリーグ優勝、まあ、筑波とちょっと離れちゃってるんですけど、まあ、この次の試合がリーグ優勝もし自分たちがするとしたらの分岐点かなって思ってて、まあ、ここ2点差以上で勝てば順天の順位入れ替われるんで、まあ、あとはちょっと足りきなとこもあるんですけど、優勝までは、まあ、次の試合はもうチーム全員で気合い入れて臨みます。うーん、ありがとうございます。星野選手いかがですか？まあ、とりあえず勝たないとこっから先の話もなんないんで、まあ、勝つことをまず第一に考えて、まあ、他のチームもあるんですけど、とりあえず自分たちが勝たないと、そう、他のチームのあれも意味ないんで、まあ、勝てるようにしっかり準備したいと思います。はい、ありがとうございます。また18節は多くの会場で集中応援が開催されます。はい、21日は青山学院大学、立正大学が、22日は駒澤大学、明治大学、筑波大学が集中応援を開催します。皆様のご来場をお待ちしております。その他関東大学サッカーリーグ戦の詳しい情報は関東大学サッカー連盟公式サイトでご確認ください。はい、以上、次節の試合予定でした。はい、ちょっとね、21日も22日も雨予報ですし、もしかしたら台風がねちょっと絡んでくるかもしれないんで、あの試合の開催状況とかツイッターとかホームページで見ながら安全に行ってください。はい、ということでここからはですね、お二人に話を伺っていきたいと思います。まず大学で今一緒ですけど、実は中学も二人一緒にプレーしてるんですよね。はい、もうじゃあよく見知った仲だと思うので、お互いがお互いを紹介してもらってもいいですか？プレー面、性格面。自分からですか？はい、お願いします。まあ、星野周平、まあ、自分は中学から一緒で、うん、中学の時は周平って呼ばれてたんですよ。はい、だからみんな周平って言って自分も周平って呼ぶんですけど、うん、まあ、高校行ってから、まあ、この体格でジャンボって呼ばれ始めた。俺が大学で初めて会った時にみんなジャンボジャンボ言ってて、ジャンボ誰みたいな。俺が周平って言うとなんか恥ずかしいんですよ。大学1年の頃はもうすごい恥ずかしくて、でもジャンボって言ってるからもう違う高校から来たやつもジャンボって呼び始めるじゃないですか。うん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 、で俺周平って呼んでるとなんか周平みたいな、いじられるんですよみんなに。でも今更ジャンボともなんか呼びにくいよね。
なんでだからもう周平付き通して周平って呼んでるんですけど、だから周平って違うジャンボっていつも呼んでるやつが周平って呼ぶのがなんか逆にいじりみたいになって、これも照れるんですよ、ね、周平って俺の周平しか受け付けてない周平は俺のものだと周平っていう言葉が聞こえてきたら、うん、俺の初の音の周平しかこいつ受け付けてない照れるんですよね、違うやつにはこの体でテレヤさんテレヤさんなんですね。これ2人並んでるからちょっとこう体格の感じが分かんないかもしれないんですけど、うん、相当今日パンパンよね、ここ。そう、もうパンパン、うん、パンですよね結構あの歴代1、2を争うパンパン具合、うん、だってさ星野くんジャンボでしょ、はい、新井くんジャンボよりでかいから、ね、ジャンボよりでかい立ってもらっても大丈夫ですか、はい、レンちゃん並ぶと分かんじゃない。あー確かに私身長165あります。あでもレンちゃんも大きいもんな。でかいでかいなんか景色やばい、なんで肩しか見えないすごいすごいこれすごいね。安田さんも一応じゃあ立っていただいて俺もなんかまんまでかく見える世界観がやばい今日これでやりますすごいね、ありがとうございますすごい佐々木さんこんなだったのかってどういうことすごいね、頭一つ本当に違う、うん、大きいわ。ジャンボよりでかい荒、うん、井選手を星野選手紹介してあげてください。プレースタイルとか言うの？あ、そうプレースタイルとか言うの？ジャンボの話呼び方しかないプレースタイルは、まあ、中学、まあ、自分小学校から、うん、相手チームで自分フィールドだったんですけど。じゃあ小学生の頃からもうマッチアップしてた。そうですね、うんうん、ガンガンやってて、うん、小学校の時からもう体当ててきて、うん、ドリブルする時もスクリーンって分かりますか？スクリーンしながらドリブルしてきて、うんうんうん、スピードは別ないんですけど前に進まれちゃってみたいな、うんうん、まあ、そういう感じでずっと中学で一緒になってもそれやってて、でだんだん足も速くなってきて、うん、まあ、チートって感じですね。中学校のチートで関東クラブユースの関東を決めた試合もこいつが決めてくれて勝ったんですけど、その時もハーフラインの後ろくらいから独走して、なんかもうサッカーゲームのなんか全部99にしたやつみたいな感じででもそうですよね、体格もあってスピードもあったらそうなりますよね。うん、ちなみに小学校時代はフィールドやってたって言ってましたけど、はい、どこをやられてたんですか？あ、センターバックですね。お、あ、じゃあもうまさに、はい、まさにマッチアップするところ、まうん、なるほど。じゃあ逆に星野選手、新井選手を紹介してあげてください。はい、あんま紹介することないんですけど。紹介しろ。まあ小学校の時はマッチアップで、うん、まあ、結構こいつも小学校の時からでかかったんで、うん、同じぐらいでずっと身長が。おお、何センチ？160ぐらいか最後、うん、ぐらいで、多分ずっと一緒ぐらいだったんで、うん、でまあ結構マッチアップで悪かったんですけど。まあ、こいつのチームは1回も負けたことないんでしっかり勝ってるんで、で、まあ、まあ中学入った時にキーパーって、ね、言われて、うん、最初びっくりしたんですけど、うん、結構見たらいい感じだったんで、でそれで結構でそのままなんか高校も西武大行って、まあ高校で別れちゃったんですけど、うん、結構たまに試合とかしてて、うんうんうん、でたまに連絡とか取ってたんで、おで大学どうすんのみたいに言ったら琉球来るって言って、うん、ここで一緒になったんで、まあ、結構運命感じてますねえ、じゃあ星野選手がもともと琉球に行くことが決まってて、はい、それをまあ追いかける形になったというか、後から新井選手が琉球にって感じなんですか？どうなんですかね、まあ、自分はもうそのまま上がるだけだったんで、うん、あ、そこそこそこ、だからこいつが来るって聞いて、うん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 、おーみたいになっただけです。選んだきっかけとかって何だったんですか？選んだきっかけはもう練習参加して、うん、その時にやっぱプロとの近さを感じたんで、うん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 、ちょっとまあ大学でサッカーするなら本気でやってみようと思って、うん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 、チャレンジです。そんな新井選手のプレースタイルはどんな感じですか？キックがもう中学とかからめちゃ飛んでるんで、へー、キックかなと思いますね。じゃあ結構お互いパワープレイみたいな感じなんですか？そうっすね、うん、こいつなんか中学校の時測ったんですよ、何キロ飛ぶかみたいな、
何メートルだ。キロ飛んだらやばいって。何メートル飛ぶかみたいな測ったらこいつチームで一番だったんで。へえ。それで、すげえな。じゃあ、あのゴールラインから本気で蹴ったらどこまで行く？ゴールラインからですか、うん、ゴールラインって、まああれ、普通のエリアからでも。六本木ヒルズぐらいめっちゃ上がる。どっからよ。どっから六本木ヒルズ。スタートしてわかんないよ。わかんないですね。でも大学とか入ってからやっぱ精度も必要になってきたんで、そのバカスか蹴ってもあれなんで。うん、今本気でマックス蹴ったことないですね。最近。コントロールしながら。こいつに蹴れば収めてくれるんで。その飛ばさなくて。なるほどね。でそこからまたドリブルとスピードで進んでもらって。そうですね。すごいな。なるほど、ありがとうございます、うん、ということでそんな2人のプレースタイルを聞いたところでですね、理想の選手3人を伺いましたのでご紹介したいと思います、うん、まず新井選手の理想の3選手こちらです。おーおーおー、うん、それぞれ魅力というか好きなポイントを教えていただいていいですか。まあジョーハートは、うん、自分がいや高校生ぐらいですかね、高校生ぐらいからシティでスタメン張ったんですけど、うん、まあ、その時からなんかプレースタイルがその守るんじゃなくて自分からボールアタックしに行って止めるってイメージがあって、そっからずっと自分イングランド代表も好きなんですけど、はい、まあ、そっから代表の試合でシティの試合結構見るようになって、うん、もう試合前のモチベーションとかはジョーハートのスーパープレッシュ、体の投げ出し方とかも結構参考になるんで、それでですね。なんかイングランド代表って一時期ねキーパー混沌としてる時代あったじゃないですか、うんうんうん、ジョーハートが出てきてっていう感じになりましたけど、うん、なるほどジョーハート、うんうん、そしてロッタンさんは、うん、まあ、自分が練習参加とか特別してうん、のあれで週の初めはずっと清水の方に行って、うん、でやってたんですけど、うん、まあ、人間性としても、まあ、プレーも、うん、プレーはもちろんなんですけど、うん、人間性の部分で練習大好きなんですよ、ドクさん、うん、で一緒に自主練とかも最後まで、まあ、結構30歳なんで、うん、別に若手ではないんですけど、うん、もう全然若手並みにバリバリやって、うん、でも言ってることもやってることも男として尊敬、うん、まあ、人間として尊敬してます、うん、印象に残ってる会話とかエピソードあります？まあなんすかね、一緒にご飯連れてってもらった時に、うん、その自分が流される方向を間違わないことを結構言われて、うん、流される方向、うん、なんかやっぱプロになっちゃう遊ぶ選手も出てくるんですけど、そのオンとオフの部分をどっちに流されるかで決まってくるみたいな、うん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 、今自分なんかキーパーってスポットライトを浴びる期間が後になるんですよ、うん、若手じゃなくて、うんうん、それまでにどれだけ磨けるかっていうのをよく言ってもらってました、ね、うんうんうん、いい言葉ですね、はい、そしてあ、まあ、ジェラは、まあ、小学校の頃、うん、この人って言えばミドルシュートなんですけど自分の印象は、うんうん、めっちゃありますね、うん、でジェラードがトヨタカップとか来てたじゃないですか日本、うん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 、あの時にあのアブソリュートっていうスパイク入ってたんですよ、うん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 、もうあれ入ったらミドルシュート入んじゃねえかだってその当時めっちゃ流行りませんでした、うん、スパイク、うん、でもなんかあれ足でかくないと履けないんですよ。あ、そうなんだ。なんか26から大人用みたいなしかなくて、うん、あのカンガルー側のやつなんですけど、うんうんうん、それ履きたくて履きたくて、うん、でも自分25センチぐらいしかないんですけど、うん、もうお願いして親に泣いてたので履いて、うん、もうジラードのようになれると思ったら履いてましたね、うん、どうだった？どんどん打ちましたね積極的にね。ハーフラインからもうどんどん打ちました、ね、打ちまくりましたとりあえず星野くんイメージある？いやないっすね攻めないっすんで攻撃できないっすこいつなるほどね、そうじゃない時にちなみに今足何センチってコメントありましたけど、今 7.5 とかです。おー、でかい。でも身長は？は87ですね。187？ はい、高い。なるほど、ありがとうございます、うん、以上理想の3選手でした。さあそして続いて星野選手の理想の3選手こちらです。
はいはいはい、はい、説明していただいていいですか。どれをですかね。じゃあ順番にね、復帰から行きましょう。昨日の今日で出してくるとかまずすごいね。しかもでもなんかあの左二人の色味がもう似すぎて、すごいよね、怖いもん。ちょっともういやなんか俺これ目指してますっていうね、この左の二人の分かりやすさね、うん、うん、分かりやすい。しかもなんか私最近アウトレージ見すぎて、もうこれ見るだけでちょっとアウトレージ感あるもん。復帰からですか。はい、まあ復帰はガタイがやっぱすごいんで、うん、まあ、こんぐらいになれたらいいなっていうのと、うん、あとシュートがパワーあって、うん、すごいんで、自分も右足なんですけど、うん、真似できたらいいなと思いますね、うん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 、くらいですかね。あとドログバは、まあ、やっぱこの人もガタイがすごいんで、うん、強いんで、強い人好きなんで、うん、こういう選手になれたらいいなと思います、ね、すごい伝わってきますね、うん、強い人好きっていうのが、うん、ここにお前いても大丈夫じゃん。そう、あと右側は、まあ、はい、サッカー選手じゃないですけど、うん、まあ、結構インスタとかも見て、うん、ガタイだろ、ガタイがすごく。ごめんなさい、ルーク・ホブスさんは、はい、何の方なんですか。あの YSP に出てる。はいはいはい、ワイルドスピードで、はい、なるほどなるほど。絶対背景黒にしてほしかったわ。黒黒黒で合わせてほしかったわ。でこれがまあすごいんで、筋トレとかの動画を見てもすごいんで、すごそう。確かに後ろにユニバーサルって書いてあるわ。でもこれ、はい、逆に言えばこの手の人はみんな好きなの。そうですね、結構ガタイいい人見てます。あと誰が、まあ、誰がっていうのは分かんないですけど、なんか英語なんで分かんないですけど、うん、とりあえずフォローしますね。その筋肉美としては一番美しいのが彼。まあそうです、でかいんでやっぱ、あ、すごいなと思いますね。ハルク・ホーガンとかもいいんじゃない。ほらハルク・ホーガンみんな思うよね。すごいね、あのすごい分かりやすい、抽象的に分かりやすい3方でした。ありがとうございます、はい、なんとなくプレースタイルもイメージできる3人ですね。うん、ということでここでお二人、まあ小学校時代から知っているということで、まあ息ぴったりでしょう、うん、息ぴったり選手権。後ろに、ごめんなさいね、後ろにフリップがありますので、今から3問こちらから質問させていただきます。お二人それぞれ見ないでね、回答してもらって、うん、息ぴったり揃うかどうかお願いいたします。まず最初の質問こちらです。一緒にプレーした中で一番の思い出は。はい、一緒にプレーしたということは同じチームじゃなくてもいいの。まあそうですね。なるほど、じゃあ、うん、中、そうか、小中大、中大、そうですね、うん、まあ、高校でも対戦あるんで、ね、そっかそっか。え、じゃあもう何年ぐらい。意外とサクッと書いてるね、これ書いてる。二人ともすぐ思いつくものなんですかね。字これ字、字の確認。いや、これ確認必要かな、これ。何確認したんだろう。ちゃんと読めます。じゃあいきますよ。せーの、ダン。え、どういうこと。どこ確認したの。いや、あの、やめよ、この話は。確認してない、してない、してない、何もしてない。まず、星野選手、レッツ、はい、新井選手、中学シンガポール遠征、タイ、台湾ということなんです。パッと見違うっぽいよね。うん、違う、全然違うっぽい。まあ、説明、じゃあそれぞれまず伺いましょう。じゃあ、まず新井選手からいきましょうか。はい、うん、まあ、中学の頃にシンガポール遠征っていうなんかアジア大会みたいなので、まあ、ディプロマ、あの中学のチームで、まあ、日本代表、ね、日本代表として行かせてもらったんですけど、まあ、その時に、グループ予選があって、うん、でその前になんかフェスティバルみたいな感じもあったんで、リフティング大会とかもあったんですよ、うん、その時こいつはなんか頭乗せるのめちゃめちゃうまくて、頭一緒乗せられるんですけど、ボール、それを披露したんですよ。でみんな普通にリフティングの技とか披露するけど、そいつ、こいつだけでそれ披露して、そしたらこいつ結構デブだったんで、
ドラえもん日本じゃないですか、うんうん、ドラえもんって言われ始めたそのあったたびに、うん、でこの台湾戦勝ったらもうグループ戦突破できるって時、うんうん、大事な試合なんですけど、うんうん、1-0 で勝ってたぐらいで自分も結構調子よくて止めまくってて、うん、したらなんかいきなりピーってなってレッドカード出たんですよこいつに。ドラえもんに何ってなってでやばいよいつ勝たなきゃいけないのみたいな時に、うん、で後々聞いたらドラえもんって言われたから、え？ドラえもんで怒って、うん、相手を後ろから蹴るっていう。全然ドラえもんじゃない。凶暴、ドラえもん凶暴すぎる。プレー関係ないところ。ちょっと待って待って、その人試合前の時もドラえもんって言われてたんだよね。そうですね。その時は毎回蹴れさ。いやニヤニヤしてます。ニヤ、それは怒ってない全然。そうですね。なんとも思わない。なんとも思わない。別に相手してなかったんですけど。ああ試合になるとやっぱ出ちゃうんで、やっぱりちょっとドラえもんじゃねえしみたいな感じだったんです。そうですね。まああの時デブだったんで、なんでもあの時ドラえもんだったね。そのシーン見てみたいよね。すごいですよ。本当にすごいです。それ時間帯は動画で見れたんですけど。あ、そうなんだ。試合の動画撮ってたらしい。すごい蹴ってましたね。白からもうドカーンいってましたね。中学生でそれすごいですね。中学生ですからね。相手1個上だったよね。中2で中3だもん。台湾代表の1個上で。それもうない、明らかにバカにされてんなっていう感じだった。あんま覚えてないですけど、うん、とりあえずなんか多分イライラした。いやでも中学生でしかも海外遠征中、うん、日本じゃないところで、うん、さらに外国人の選手に対してそれできるってメンタルがすごいですね。強いね。うん、白い子は真似しないから。白い子は真似しないそしてレッツ、はい、これは何ですか。これ大学来てからレッツと練習試合する機会があって、うんうんうん、でその時に一緒に出たのが印象的だなと。写真も吉明のお父さんが撮ってくれたのとかもあって、うんうんうん、それで自分はそれが一番覚え印象的だな。そこでなんか活躍したとか。いや活躍はしないですけど、多分勝ちましたね。おレッツの B サブ3部みたいな、ね、うんうんうん、そんな感じで勝ちました。なんとなく薄々思ったんだけどさ、試合に関してあんま覚えてない。あんま覚えてない全然見ないし、あれなんで振り返らないと。はい、いいね、なんかすごいセンスの塊感がすごいあって、いいですね。ありがとうございます。ということで、第1問は揃わず、はい、残念。じゃあ続いて第2問こちらです星野選手が一番自信のある筋肉の部位は、うん、これはもう言ってるよね多分。あ、そう、そうかそうか。うん、星野君多分言ってるよ。鍛え始めたのは最近って伺ったんですけど。最近も1年半回ぐらいですね。うん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 、これはもう多分何度となく見せてるよね。早い、新井選手書くの早いここすごくね的な話多分してるわけでしょ。かけた、かけた。ここ足りないです。足りないです。そう。あ、大丈夫、足りてた。足りてた。足りないの。いや、背伸びすんなって、ひらがなで書きなよ。じゃあいきますよ。せーの、じゃじゃん。おお。やはり胸、ね、これは胸ですね。ちょっとバッとこれ下げて胸の筋肉を。いやいや全然ないですよ。ちょっと胸を張ってみる。どうなの。こんな感じ。うわ、おお、ちゃんとさ、すげえ、わあすごいすごいすごい、これ縦で伝わってます。照れんなって思ったそう、あのちゃんと胸の膨らみがすごかったね。すごい。いやこれはもうやっぱり言ってるわけ、日頃から。いや言ってはないですね。あ、でも一番いいのは腕だ。楽しいのも腕なんで。やっぱり筋トレの瞬間というか練習はすごいですか。筋トレとトレーニング、あのサッカーのトレーニング違う時間にあるんですけど、うんうんうん、まあ、一緒に同じトレーニング場にいるんですけど、うんうん、すごいですね。ベンチプレス130キロ。130キロ。今はサッカー選手じゃないですよね、130。さっきの
理想の3選手がすごいね、あのじわじわ響くよね、やっぱり。130キロ。え、トレーニング時間とか頻度とかってどのぐらいなんですか？まあ、毎日ですね、ほぼ。毎日？はい。毎日やっていいもんな。部位変えてってこと？部位変えてやってます、ね。あ、何時間？1時間、2時間。1時間中にとかす。すげえ。もうこれサッカーやってなくても引く手あまただよね、うん、すごい格闘技とかすぐできそうだもんね。いやいや、なんでいないですね。やられちゃいますか、毎日ってね。やっぱり食事の管理とかも変わったりしました？あの今年に入ってなんか一回スタッフに痩せろって言われて、うん、結構頑張って痩せたんですけど。それはもう筋肉のつけすぎでってこと？いや、元もデブだったんで。脂肪がってこと？なるほどなるほど。でもそれで筋肉を、まあ、イメージですけど、こうコントロールしてつけないと、さっき持ち味だって言ってたスピードの面とかに支障は出ないんですか？あ、元がでも重かったんで。なるほどね、うん、今別に重いって感じ。うんうんうん。じゃあ脂肪が本当に筋肉に変わったから、うん、そうですね。なるほど、それすごいですね。いい、うん、いい変化、うん、変化を見ててどうですか？変化すごいですね。デブから筋肉ってもう本当に変わっちゃいましたね。変わっちゃった。いろんな面で。なんか痩せ、なんか前は筋肉デブだったけど筋肉もやってたんですよ。だからまあ胸筋はもうすごいあって、うんうん、でもデブみたいな感じで。うんうん、でもデブみたいな。そんなそんな言う。最終的にめっちゃディスみたいな。けどなんかジョグとかそのランニング試合練習終わってからの。あの有酸素とか始めて、そのなんかまた筋肉が、自分の筋肉が美しく出ることにまた自分でなんか興味持ち始めて、目覚めて、そっからだから筋肉がマジな筋肉になって、そのこんなんですか、立体的に出てきて、腹筋とかも出てきて、もうすごいっすね今体。へー。試合中とか3人ぐらい引きずるんですけど、へー、ファールなんですよ絶対、うん、でもファール取れないんですよ、引きずるから。審判もみたいな、そんな引きずるみたいな。すごいなそれ。なんかでもあの、うん、ハーフタイムに結構脱ぐって話を聞いたんですけど。ハーフタイム脱ぐよね、あれ見してんのみんなに。見してはないですね。暑いんで。だって試合さピーってなるじゃん、ロッカールーム抜いてから脱げばいいじゃん。ロッカールーム脱いっていてからだと外に干すのがめんどくさいから、外にいる間に干して、そうです、脱いでマネージャーに渡して。なるほどね、そのまま干してもらって、ピッチの中で脱ぐわけね。そうです。ピッチの中で脱いで、あのあれあるじゃないですか、あのなんか何キロ走ったかみたいな、 あれこういう風ななんかこういうやつなんですよ。ブラジャーかと思って。胸筋すごくてね。写真出しましょう。あ、写真あるんですか、お願いします。正面が欲しいね。厚みすごい、すごい、すごいね。普通ですね。なんかさ、もうこれだけ見たらちょっとラガーマンっぽいもんね、うんうんうん、腕とかすごい、うん、大学のラグビー部の人とか1年生入ってきたら分かんないじゃないですか、先輩、うんうんうん、歩いてたら挨拶されるそうだよ。え、それちゃんと挨拶返すの？いや、返さないです。誰みたいな、誰みたいな、一緒にいますよ。面白い。え、なんか目指してるボディとかってあるんですか？いや、特にないですけど、うん、やっぱでかくなりたいですね。なるほど、じゃあまだまだ大きくして、うん、すごい、これからの変化も楽しみです。ありがとうございます。すごい。じゃあこれは息ぴったりだったということで、続いて3問目です。こちら、次戦順天堂大学戦の予想スコアは、これね、大な試合になってきますよね、うん、順天、要は一部リーグの2位3位直接対決ということで、これもう勝てば即入れ替えかな、特殊点差によるのか、かなり重要な一戦となりますが、予想スコアこちらです。じゃじゃん、おーおーおお全然ちゃう。1対0と3対1。え、まずじゃあ新井選手から1点取られてますけどいいんですか？あの自分今、まあ、こういう状況なんで。そうかそうか、うん、順天、あのプレーでは貢献できないことはもう決まってるんで、うん、あの順天の試合見て
めちゃめちゃスカウティングしてるんですけど、うん、やっぱ旗で中心に結構やばいんで、うん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 、まあ1点は仕方ないって感じで、うん、であと期待を込めた3ですね。2点差以上で逆転なんで、うん、まあジャム星野が決めて1点、うん、立花が決めて1点、ジャーメンが決めて1点、うん、で3対1で勝てば、まあ、これが一番いい、うんね、いいスコアかなっていう予想です、うん。さあそして1対0、監督がいつも 1-0 で勝つチームが強いって言ってるんで、うん、だからそれのあれも込めて 1-0 ですね、うんうん、中野監督もねお越しいただきましたもんね。ちゃんと意味あっての1-0でよかったよ ね、 ね2点差でまくるって言ってんのにかたくなに1点差できたからさ自分よりもね自分のうちのサッカーのプレースタイルを、はい、ありがとうございます、はい、大事な試合ですからね皆さん期待しましょう、うん、さあそして時間がいい時間になってきましたが最後にお二人の振り返りを今後の向けで、うん、はい、じゃあ今後の展望をお願いします。さっきね試合については伺いましたので、まあ、後期リーグそして、まあ、この先の将来の展望などお二人4年生ですもんね、うん、展望も含め今後の展望、うん、抱負お願いします、うん、じゃあ来選手から。はい、まあ、まず大学琉球大として、まあ、リーグ優勝は諦めてないですし、うん、まあ、そこをまず一番の目標と掲げて、まあ、最後にインカレで、まあ、優秀の B、まあ、琉球として飾ることを、まあ、一番がそれはまあチームにとっての恩返しであって、まあ、チームで一番かっこいい終わり方を目指したいんで、うん、まあ、その2個の優勝タイトルを全力で取りに行きたいと、まあ、ラストスパートなんで、うん、したいです。選手、まあ、リーグ戦もなんですけど、まあ、5位以内に入ったらインカレもあるので、うん、インカレで、まあ、どれか絶対全国1位取って、うん、まあ、学生最後のサッカー終われるように頑張りたいです、うん、これちなみにお二人この先の予定とかは決まってたりするんですか、言える範囲で。進路、あ、自分は清水エスパルスに、うん、おー、うん、泣いて星野選手は。いや、まだ自分は決まってないんですけど、うん、パナソニックじゃない、いや、ラグビーじゃない転校ここに来て転校はしないですけど、まあ一応サッカー続ける予定なんで、うん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 、まあ試合で続けて、うん、まあ、どっか声かかったらいいなっていう感じですかね。またね、あの、無事に決まりましたら、はい、教えてください、はい、ありがとうございます。それでは以上特集でした。一旦 CM です。自分たちの琉球大としての一戦目です、うんうんうん、これ2人ってことだよね、はい、ハイタッチしてるのは、うんうん、もう一枚さっき出した写真もハイタッチしてる。なんか本当に2人仲いいっすよね、うん、なんて言うんだろう、キャッキャしてる仲の良さじゃなくて、うん、本当に昔から知ってるんだろうなっていう、うんうん、安心し合ってる感じがね、すごい写真からも、うん、今日の感じからも伝わってきて、お二人が琉球のサッカーを引っ張ってるんだなっていう感じが伝わる回でした、うん、ありがとうございました、うん、さあということでここからエンディングです。れんちゃん、ジュファガールの告知ありますか。はい、22日日曜日ジュファガールからはアジスタ西競技場にエミリンと私レンが、うん、柏の葉公園総合競技場にサーヤとナミポンが駆けつけます、はい、ぜひ会場で一緒に盛り上げましょう。お待ちしております。
皆さんね、雨なんで気をつけて行ってください。そして私もいいですか、先週も告知しました、彦摩呂さんと熱海伊豆を、行っている温泉入っておいしいものを食べるだけのロケがですね、今週末土曜日 TVK 神奈川テレビにて朝11時からかな放送になります。ぜひ皆さん見てくださいね。はい、ということで、なんでちょっとクスクスクスみたいな感じこいつ楽しいことばっかしてるんだけど仕事仕事ということで、明日のハーフタイムはトト予想です。 MC はサッカーキング編集部ミッシーさんと金曜レギュラーの長谷川優さんです。お楽しみに。前回長谷川優さん的中、はい、うん、すごいね、すごい、さすがです。うん、安田さんはもうやらないんですか。やりたいですよなかなかお声がかかんないそうですね、予想するのは自由。俺だって予想するのは自由って言われて俺だって1回目出て3つで2回目4つだからね。次はじゃあ次あるよね次あるよねそのそこが長いんですよ、4個も長いじゃあちょっとあの自主練しといてください、はい、ということで今日のサッカーキングハーフタイムゲストは流通経済大学サッカー部から新井義明選手、そして星野周平選手でした。お二人ありがとうございました。今からレンちゃんもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということでここまでのお相手は佐々木香里と J リーグサッカーキング編集長の安田さんでした。また明日見てください。